アリストテレスは、日本の競争は主な勝ち倉に2021年の、アメリカジョッキークラブカップ。2019年9月28日、阪神競馬場での2歳新馬戦でデビューし、2着。2戦目で勝ち上がり、続く3戦、1勝クラス戦、若駒ステークス、スミレステークスと3連続2着を記録する。登場して、東京優秀のトライアル競争である。 プリンシパルステークスに出走も6着。春は未勝利に終わったが、夏の新潟競馬場での出雲崎特別、9月の中京競馬場の小牧特別と連勝。クラシック3冠最終戦の菊花賞には、抽選を経て出走し、4番人気で迎えたレースでは、無敗の3冠制覇がかかるコントレールと直線で競り合ったものの、首差の2着。喫下賞後は放牧に出された。 4歳を迎えて、初戦のアメリカジョッキークラブカップでは6番手の、競馬から直線で抜け出して押し切り、重傷発制覇を成し遂げた。続く、阪神大賞天は7着に終わり、天皇賞は、後位から進めるも4着、宝塚記念は9着に終わった。その後は、休養に入り、京都大賞天は一旦は先頭に立つもま引きに、花坂はされ2着に敗れた。 以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com に、基づく。ありがとうございます。